ンポン。はあ、どうしたんや。いや、実はうちのクラス、毎朝みんなの前でスピーチする決まりがあって、来週の当番私なんだ。ああ、なる。葵は緊張しやすいもんな。どうする？練習する？そうですね。ちょっと練習してもいいですか？どうぞ。いきます。本、ち、の、す、ゲホゲホ、す、す、す、ピスピ、スピピルピルピルピピルピ。特撮天使？ストップストップ。落ち着くに葵ちゃん。緊張が押し寄せてくる。うん、痛いほど伝わったわ。あれです。深呼吸を5回すれば緊張が止まるって聞きました。深呼吸。すー、はぁ。無呼吸みたいになってるからスタッフ落ち着いて落ち着いて。はい、ヒヒフヒヒフ。ダマーズ法やめろや。視線が集まるとダメなんです。声も裏返って喋れなくなるんです。裏返ったらやるものをしたっ。そんなソプラノスピーチやだよ。あれや、人が見てると思うから緊張するんや。見てる奴らはみんな猿だと思うとええで。練習してみ。いやいや、猿と思って練習ってどうやる。ウッキッキ。あらやだ、敵人。あ、なんか猿に見られるのは大丈夫っぽいです。ウッキー、さすが猿どもやな。よかった、これでしっかりあかり先輩の可愛さを伝えるスピーチができそうです。うん、とりあえずテーマから見直そうか。その写真やめて。本のスピーチは、やっぱりダメかも。前見れないよ。頑張れ、葵ちゃん。いや、でも皆さんに手伝ってもらって、たくさん応援してもらったんだ。きっと、できる。頑張れ、葵。姉ちゃんも応援しとるで。え？ほら、クラスのみんなも葵を応援したってや。そう言って、あ、お、い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 、かれー。あかり、この後あかりちゃんにめちゃめちゃ怒られる。あかねちゃん。いや、ほら、緊張ほぐれるかなと思って。あれじゃ逆に緊張するやろうが。ごめんなさーい。